ティキシーカップスは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズの女性ボーカルグループ。愛のチャペル、愛子愛子などのヒットで知られる。バーバラン・ホーキンズとローザリー・ホーキンズの姉妹に、いとこのジョアン・マリー・ジョンソンを加えた3人で1963年に結成。結成時の名前は、リトル・ミス・アンド・ザ・マフェッツだった。1964年、ニューヨークのレッドバードレコードと契約し、 ファーストシングル、愛のチャペルをリリース。ビルボードホット100の1位を記録する大ヒットとなった。以後、これに匹敵するヒットこそ生まれなかったもののピープル、せー、You should have seen the way1 位ルックドエティメ、リトルベル、アイコアイコとヒットを重ねた。1966年、グループは ABC パラマウントへ移籍するがここではヒットは生まれていない。その後、ジョンソンは、 エホバの承認の信者となり、グループを脱退した。グループは、公認に、デールミックルをメンバーに加え、活動を続行した。新婦の発表はしていないものの、現在もグループは、ライブ活動を続けている。メンバーは、バーバラとローザのホーキンズ姉妹とアセルグラ、ネビル・ゲイブリエルの3人である。ありがとうございます。